農家との応援演じで起こりています、1分間に託今日も常年つくさチャンネルのニュースの虎が丘の拝聴となります、おじきの予言的中、やはりパーケン問題は静かに終了、そして岸田首相の政治刷新で派閥はどうなる、ニュース、常年ですね、常年つくさコラボ、須田新一郎。 コラボ、真鍋ゆかさんですね。えー、まあ、ジャーナリスト、有名な、よくテレビに出ていますけど、えー、須田慎一郎さんですね、の予想があ的中したということで、えー、まあ、この、検察のリークによって、まあ、いろいろ、まあ、このお、安倍派の、その、幹部ですかね、五大臣ですかね、えー、それと、おお東役員の、まあ、そういうことで、えー、まあ、 あー最初にこの政治刷新ということで、えー、岸田派こ,こ,こう一家会ですかね一家会の読み方が,、えー、が解散そして、えー、二階派の志士会ですかね えー、もう解散。そして、えー、安倍派もですね、安倍派も解散ということで、高山さんかな、8人いたグループも解散ということで、えー、この麻生の麻生派と、おこの元木派ですかね、今自,自民党の、えー、元木派は解散しないということで、えー、なかなかその、本当の <laughs>、えー、裏幕はなんか、えー、まあ、先にこの、えー、検察がリ,リーク、情報をリークして、えー、 えー、マスコミですねメディアに利用してということで以前、えーえー、それは何かこの国家の秘密漏洩に違反するんじゃないかということで公務員に秘密漏洩に違反するんじゃないかということで以前菅さん な須田,、ね、田さんもそういうリークした情報を財務省からして、えー、訴えられたということで、えー、その後そのーリークがあまり問題にならなかったということで今回もそういう、えー、この検察のーリークですねまあ、情報捜査といえば情報捜査ですかねまあ、そういうことで、えー、岸田政権支持率も下がっていますけど、えー、この本当の理由はその裏幕ですね、えー、派閥解消をお まあ麻生さんにも相談なくってことで麻生さんがちょっと不機嫌、えー、にっていうことでそのお人事ですね人事を結構麻生派とこの元、えー、木派が結構うまいところを人事をして、えー、ちょっとあまりうま、えーえー、めのないところをお他のしたっいうことでだいぶこのお 麻生派と元木派に対する不満があったっていうのがあということで結局この麻生派と元、えー、木派はあ派閥をあまあ解散そういう、えー、署名していませんけど、えー、今後どういう,うグループまた勉強その政策ですね、えー、派閥のあり方によってもその、えー、縛りとかそういう,うこの人事とかそういう この旨味がなかったらそういう派閥の機能はどうなるからということでコメントされましたけど、まあ、野党の立憲民主党のようなそういうグループグループのもう親分が派閥の長がそういう面倒を見るんじゃなくて本当にそういう勉強会ですね無派閥もそういう 無派閥のその派閥に属してないそうですねそういう縛りのないそういう自由に動けるこの議員議員のが七時目八時目いるということですけどそういう、えー、状態になるかなということで、えー、まだまだ、えー、政治、えー、ウォッチングですけどどうなるかわかりませんねはいえー、まあそういうことで、えー、これはジャーナリストの 那須田さんかね、須田なすださんかね、えー、須田須田かな、なすださん、新一郎の、えー、このお辞儀ね、お辞儀の予言的中、やはりパーケーン問題は静かに終了、そして、えー、岸田首相の、えー、政治刷新で派閥はどうなる、入出序念、序念塚さん、えー、須田須田新一郎、コラボ 学べるかまだまだこのお、えー、政治、えー、動向が、えー、気になりますね。はい。まだまだあこの情熱かさチャンネルにニュースのおートラガーをウォッチングしていきたいと思います、えー。マスタートです。このマスタートのユーチューブチャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。えー、また精子を学びたいという方は募集してますので、一緒に精子を学びませんか。はい。マスタートでした。次回の1分間予約でお会いいたしましょう。お仕上げレッツパシャンブルジューシャロムシャロム。シャロムシャロム